さあ攻守方向変わりまして、これよりファイナルクォーター第4クォーターに移ります。エールズ相手陣33ヤードからセカンドダウン8。ここでドロープレーに入りました。パスに見せかけてそこから中央突破図らんというランプレーを敢行しましたが、これは広島54番見事に対応し、ゲインは1ヤード程度にとどめています。広島ホークス54番の大江、ここで奮闘しております。島根大学出身、エールズサーダウン7。パス不成功。クォーターバック11番下がりまして、ワイドレシーバー21番にパスを投じましたが、このパスオーバースローでフォースダウンに変わります。厚子様の諦めるなホークスのメッセージにチームが応えるかのような素晴らしいディフェンスを披露しました。エルズフォースダウン7、パントフォーメーションを取ります。ここでこのパントエンドゾーンギリギリの絶妙の位置にありまして、そこで抑えられるかというところでしたが、広島起点を利かせまして若干ですが返す形に成功しています。自陣8ヤード付近からの攻撃を終えています。パントはその処理を双方一瞬でも誤りますと大きな陣地移動が起こる、そのプレーでもあります。その点におきましてもこの攻防戦非常に注目というところになりましょう。さあ広島の攻撃に入ります。広島自陣8ヤードからのファーストダウン10。さあまず中央へのランプレーを投じます。キャリア20番中央トップ図らんと密集点飛び込みましたが、これはエールズ踏ん張っております。セカンドダウンに変わります。広島ホークスセカンドダウン9。さあ再び中央へのランプレー、密集点に飛び込ませました。キャリア20番です。オフェンスラインも押し込みまして約4ヤードほどゲインに変えました。広島ホークスサーダウン6。さあエールズのディフェンスライン陣を突破することができるでしょうか。パス不成功。クォーターバック3番、ここで右に展開したワイドレシーバー10番へのパスでしたが、わずかにパスがショート、キャッチできずパス不成功となっています。フォースダウンに変わります。シャン様、ディフェンスライン陣、おそらくエールズのディフェンスライン陣ですね、非常にスピーディーでボールに対する集約がよくできているというふうに私も感じます。このスピードがエールズ攻守ラインとも非常に優れている、この点がこのエールズの特色とも言えるでしょう。広島フォースダウン6、パントフォーメーションを取ります。広島は非常に厳しい陣地でありましたが、なんとかハーフウェイ付近までボールを返す形になりましての攻守交代です。
さあ攻撃権変わりまして、今度はリードイホートエールズの攻撃に変わります。ボールの位置は横、相手陣46ヤードからの攻撃に入ります。エールズファーストダウン10、さあオプションプレーを展開しようとします。フルバック22番にボールを託しまして、中央トップ測りましたが、ゲインは約1ヤードにとどまっております。前節はこのオプション攻撃をサイドワインダーズ戦で見事に機能させまして、サイドワインダーズを倒すという素晴らしい試合を展開しましたが、広島対策していますでしょうか。このランがこの試合は封じられております。エールズセカンドダウン9、さあ再びダイブプレーです。オプションのアクションからダイブを託されました22番、今度は左にカットワークを切りトップ測りましたが、これも対応されております。ゲインは2ヤードほどにとどまっております。エールズサードダウン7、今度はモーションをしました。バックスに直接ピッチし、右オープンへのスイーププレードしました。しかしこれも広島対応しましてノーゲインとしました。フォースダウンに変わります。このあたりは広島、このオプション攻撃に十分対策を練ってきた感が見受けられます。このパントはリターンを避ける形で左サイドライン側に蹴り出しまして、広島自陣26ヤード付近の攻撃を得まして攻守交代となります。エールズ前節で非常に好調でしたオプション攻撃により、この状況を優位にせんと考えましたが、広島見事対策しまして、これは封じました。オプション攻撃そのものは、その出現からすでに半世紀以上が経っております伝統的なシステムプレーになります。ゆえに対策もすでに普及されておりますので、この点広島にもノウハウがあったと思われます。さあ広島、今度は取り返しました攻撃を生かせるでしょうか。自陣26ヤードからのファーストダウン10、ナイスラン。ランニングバック20番ハンドオフを託されて左オープンを展開、味方ブロッカーを生かして約8ヤード近いゲインを奪っています。キャリア20番は玉山です。京都教育大学出身。広島ホークスセカンドダウン2、ボールオンは自陣35ヤード。トラブル発生、ターンオーバー。ここで広島、ハンドオフの際にトラブルが発生しました。おそらくはこれ自体がオプションであったと思われますが、その時にボールの所有者の判断が誤りまして、ボールがロストしました。ファンブルロストしたボールはどちらが抑えても構いません。この一瞬の隙をエールズ9番見事に抑えまして攻撃権奪取です。リードイホートエールズの攻撃に変わります。見事なファンブルリカバーを決めましたのはリードイホートエールズ9番の梅本でした。近畿大学出身です。さあ攻撃権を取り返す形になりましたエールズ、相手陣32ヤードからの攻撃に入ります。リードイホートエールズファーストダウン10、
広島素晴らしいディフェンスです。エールズここでランプレーにより右オープン展開を21番に託そうとしましたが、ここで広島ディフェンス陣がものすごい勢いで殺到しまして、このラン押し返し10ヤード以上のロスに変えています。広島投手衰えておりません。エールズセカンダウン20、ここでホイッスル。ここでエールズが後半1回目のタイムアウトを取りました。この配信は X2 ウエスト、X3 ウエスト全19チームの合同企画によって実現しております。多くの方々のご支援、そして多くの企業様のご記者によりまして、この配信は実現いたしました。そのご厚情大変感謝申し上げます。この企画は現在も募集しております。この YouTube 配信の説明概要欄にその申し込みとなるショッピングカートの URL ございます。そちらをご覧いただきまして、内容沿いますものがありましたら、ぜひご協力をお願い申し上げます。この企画によりまして、私も X2-3 のほか、地方学生の甲子園ボールに至るリーグ戦などを取ることが可能となりました。今後も活動を継続したいと思いますので、何卒ご協力よろしくお願い申し上げます。さあ試合再開です。エールズセカンダウン20、パス成功。ここでプレーアクションのパスをクォーターバックワイドレシーバー17番にパスを通しまして、15ヤード以上のゲインとしています。非常に厳しいと思われましたが、一気に攻撃権更新可能な位置まで前進する形になりました。見事なパスキャッチを決めたのはワイドレシーバー17番の丸山です。京都工芸繊維大学出身のプレイヤー。エールズサーダウン4、ここでホイッスル。ここで審判団からホイッスルが吹かれております。オフェンスの反則です。フォルススタート、不正なスタートを切りました。オフェンス陣は揃ってスタートしなければいけません。5ヤードバッタイとなります。従いましてエールズサードダウン9で試合再開となります。成功、攻撃権更新です。エールズファースター。ここでエールズはプレーアクションのパスをワイドレシーバー5番に投じました。5番これを見事にキャッチしまして、攻撃権更新です。リードフォートエールズファースター。見事攻撃権更新を果たしましたのは5番の山下でした。近畿大学出身のチームキャプテンです。本来はディフェンスラインの選手ですが、ここではオフェンスのプレイヤーとしても活躍しております。ヘルズファーストダウン10、ナイスゲーム、ファースター。ランニングバック21番、右に展開してのフレアパスをキャッチアンドラン。相手のディフェンスの隙間を縫うように一発で攻撃権更新としました。リードフォートヘルズファースター。見事に攻撃権更新を果たしましたのはチームの代表でもあります22番の山下でした。摂南大学出身。ここでホイッスル。
広島ここで後半1回目のタイムアウトを取りました。ここへ来て好調になってきましたエールズのパス攻撃に対応するべくここでディフェンスですがタイムアウトを取ります。本来ならば攻撃でこのタイムアウトを使いたかったところではありますがしかし勢いに乗りましてこのまま得点を広げられてはまずいとここで広島はタイムアウトを取りました。タイムアウト解けまして試合再開となります。エールズ相手陣7ヤードからファーストダウン2ゴール。タッチダウン。ランニングバック21番ハンドオフを託されまして右オープンに展開。味方のブロッカーを生かしてそのまま一気にエンドゾーンに走り込んでタッチダウン。エールズ26番のタッチダウンランによりまして6点追加となっています。26番は東浦桃山学院大学出身。キック成功1点追加。リードフォードエールズ27点、広島ホークス0点となりました。終盤に入りましてエールズが勢いに乗ってきたようです。着々とそのスピードあふれる攻守を見せまして現在得点を重ねながら試合の主導権を確実なものとしていっております。さあこのキックオフで広島どこまでリターンすることかなうでしょうか。広島リターンに入ります。非常に厳しいリターンでしたがなんとか返さんと10番粘りまして自陣10ヤードを超えた地点からの攻撃となります。さあここでオフェンスチームの踏ん張りに期待したいところです。岩田様のメッセージ通りオフェンスチームの意地を見たいところでもあります。広島ホークス自陣11ヤードからファーストダウン10。中央へのランプレーを投入しましたがここはエールズ譲りません。ノーゲインです。セカンドダウンに変わります。広島ホークスセカンドダウン10。ここもエールズのディフェンスが見せます。オプションプレーによる突破はからんとランニングバックにピッチしましたがこれを9番見事に対応しロスタックルで仕留めました。ここでホイッスル。ここで広島が後半2回目のタイムアウトを使います。
広島としてはなんとか1本返したいというところではありますが、エールズのディフェンス陣がさらなる勢いづいている状況、今のところ突破口が見出すことが難しい状況に立っているように感じます。ここで後半2回目のタイムアウトを使いました。タイムアウト解けまして試合再開となります。広島サーダントゥエル、これもエールズが対応します。右オープンを39番につかせんというところでしたが、これもエールズ25番が対応しましてノーゲインとなっています。フォースダウンに変わります。エールズ25番は高本、近畿大学出身です。ここで試合終了となりました。試合終了となりまして、リードオイフォートエールズ27点、広島ホークス0点でリードオイフォートエールズの勝利となりました。エールズ、この全勝対決を見事に制しまして、4戦全勝となりました。おそらくはこの4勝をもちまして、X2 昇格が確定という形になったと思われます。見事でした。ナイスファイトでした。北野様、ホークス全力を尽くしていることは本当によくわかりました。ナイスファイトだったと思います。なんとかここで白星重ねて全勝でもって X2 のその確約を取りたいという投手はみなぎる一戦ではありましたが、残念ながらこの一戦はエールズが制する形になりました。しかし広島をここまで全勝にやりました、その力まさに遺憾なく発揮した一戦でもありました。本日は応援と運営ありがとうございました。ホークスナイスファイトでした。次節 最終節で X 確約を確保するよう頑張ってください。エールズも残りの一戦を白星飾る形で全勝をもって X 目指せるよう奮闘を期待します。本日はご提案ありがとうございました。小雨降る中、非常に厳しいコンディションの中、白熱ある一戦を両チームありがとうございました。ナイスゲームでした。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快足を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながら、そこでは評価されず、失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのは愚鈍だが心優しい巨漢と、目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という2人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。この者たちの奮闘ぶりに、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえ劇的に世界が動き変わります。それは大学で名を轟かせたスタープレイヤーがもたしてくれるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑み、その力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み、行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れ、
あの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ、今を紡いでいるこの歴史物語を、かつて私も憧れながらついに挑み尽くすに至れなかったこの世界の物語を、私はこれからも愛し応援していきたいと思います。そして次へと進むこの物語の続きを楽しみとしつつ、この配信はここで一旦終わらせていただきたいと思います。皆様、長時間にわたるご視聴ご観戦ありがとうございました。本日の配信は X-WEST、X-E-WEST 全19チームの合同企画によって実現いたしました。この後に続きます、本日の第 4節の残り1試合にあるサイドワインダーズ、クラブベアーズの一戦も、チャンネルサイトを変えまして配信させていただきます。ただ申し訳ございません、この後に控えております第5節最終節の試合は私の都合で申し訳ないのですが会場に来ることが叶いません。従いまして配信そのものはおそらくないという形になると思われます。誠に残念ではありますが、もし最終節この選手たちの結末ご確認いただく方々はぜひ現地会場にお越しいただければと思います。できましたらこの熱戦は現地でお楽しみください。本日の配信は担当させていただきましたのは私、道楽やりちゃでした。またお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。